ムン・ソンミョン氏生涯露呈シリーズ、イエス様との出会い。私が15歳の頃、家族に悲劇が起こりました。わずか1年の間に5人の弟妹たちがこの世を去ってしまったのです。一度に5人もの子供を失った両親の心はいかばかりだったでしょうか。また家族の苦痛は民族の苦痛、世界の苦痛と無縁ではありません。当時日本の統治下に置かれていた我が民族、戦争が絶えることのない世界、なぜ善良な人を悲しみが襲うのか、私の苦悩は深まるばかりでした。苦悶した私はその答えを祈りの中に求めるようになりました。私はどこから来たのか、人生の目的は何か、人は死ねばどうなるのか、霊魂の世界はあるのか、神は存在するのか、この世の苦しみも神が作ったのか、なぜ人間は互いに憎み合い争って戦争を起こすのか、誰も容易に答えられない深刻な問いかけが私の心を埋め尽くしました。私は夜を徹して祈りながら何度も何度も神様に尋ねました。そしてとうとう神様が私の祈りに応えてくださる日が来ました。復活節を迎える週の朝、私の前に突然イエス様が現れてこう言われました。苦しんでいる人類のゆえに神様は悲しんでいます。地上で天の使命を果たしなさい。私は悲しい顔のイエス様を見、その声をはっきりと聞きました。私は何度も断りました。私にはできません。どうやってそれをするのでしょうか。しかし、あなたしかいないと言われるイエス様の言葉がついには私の心を動かしました。わかりました。私が天の使命を果たします。15歳の少年だった私は天の使命を受け入れました。イエス様に会った後、私の人生は完全に変わりました。考えることが山ほどあり、口数の少ない少年になりました。わからないことはすべて直接神様に尋ねるようになりました。霊界と地上界を何度も行き来しました。私はイエス様からの教えを通して宇宙の根本とその原理を悟っていきました。神様はその原理を地の果てまで述べ伝えるよう指示されました。こうして私は神様が願う道を行くため、一つしかない命を喜んで捧げたのでした。私は人生の最も悲惨なる道を選びました。
ただ悲しい神の友になりたかったからです。ムン・ソンミョン。